どうもこんにちは、前回1月1日にですね、JR 東海の315系の車両のエクステリアデザインを、勝手に想像して、描いてみるという動画を出したんですよね。で2つデザインの案を出して、1つは211系のデザインを踏襲したようなデザイン、そして、本命だったのが、313系のデザインと、酷似したようなデザイン、こちらがですね、本命だったわけなんですけども、その予想はね、見事に外れて、こんな感じのデザインになるということで、313系のデザインに酷似したものになるっていう予想は、外れたんですけども、まあ、211系にちょっと似たような形になるのかなという感じでした。今回はですね、だったらということで、修正版ということで、エクステリアデザインを考えてきたので、それをですね、また公開しようかなというふうに思います。今回はですね、3つ考えてきました。まあ、もったいぶってもしょうがないので、まず2つ紹介しようと思います。こちらになります。見えますかね。はい。まあ、オレンジの帯が窓の付近に結構幅広く取られているっていうことで、この前面の方にも、オレンジ色を配色して、そして、1つ目のデザインなんかだと、ライトのところですね、この上のところにLED 表示板として黒いものがあるので、それにちょっと、デザインにですね、統一感を持たせるという意味で、ちょっと似たような形にして、そしてライトを配置しました。で今度ですね、こちら2つ目のデザインだとオレンジの帯なんかがですね、313系のデザインからちょっと影響を受けたような形にしております。まあ、ちょっとうまく描けなかったので、こちらにちょっと描いてみるとですね、こんな感じで、313系の、ライトみたいな感じで、ということで、予想をしました。まあ、前回ですね、1月1日に立てた予想の方では、ライトは丸っこい形になるんじゃないかなっていうふうに予想したんですよね。でもこれプレスリリースを見た感じですね、なんかカクカクっとしてカクカクっとしたデザインが結構多いんですよね。なのであんまり丸っこい、ライトはちょっとデザイン的には合わないのかなということで、デザインに統一感を持たせるという意味で、ちょっと長方形の、ライトにいたしました。まあそんな感じですかね。あとはまあこの辺に、転落防止のためのちょっと足場を設けたりとか、ワイパーをつけたりとかですね、それぐらいですかね。まあここのライトとかはちょっとつくかどうか分かんないんですけども、まあ今の313系からちょっと踏襲するんだったらここもつくんじゃないかなっていう感じがいたします。で今度ですね、3つ目のデザインが本命なんですけども、それがこちらになります。はい。オレンジをですね、ふんだんに使って、この辺まで伸ばしてきて、で、カクカクのデザインだけど、やっぱりちょっとプレスリリースを見るとですね、先進性と親近感を表現したデザインというふうに書かれているんですよね。なのでちょっと速そうというか、先進性を取り入れてちょっと斜めに、線を入れて、そしてライトもですね、それに合わせてちょっと、斜めに配置するというようなデザインを考えました。名鉄の9500系からもちょっとインスパイアを受けて、こんなデザインを考えたんですけども、いかがでしょうか。ライトはですね、まあ尾灯はここの上の方に配置するという感じですね。東日本の E235 系とかその辺をですね、ちょっとリスペクトして、ちょっと上に赤いの、やってもいいのかなというふうに思いました。プレスリリースの方でも、通勤型車両の新しい顔、そして、直線を使用した幾何学的な形状というふうに書かれてるんですよね。なので、まあ、こんな感じのデザインも一つありなんじゃないかなという感じがいたします。 JR 東海の方いかがでしょうか。でですね、その性能の比較に関してなんですけども、どうやら315キロ130キロが最高速度になるみたいですね。そこはちょっと予想と外れました。まあロングシートになるっていうのは、まあ211系を置き換えるってことはそうかなという気がいたします。その分ですね、今中央最線で走ってる313系をちょっと大垣車両区の方にもしかすると移すのかなという気もいたします。はい。で防犯カメラがつくんですね。1車両に5箇所もつくみたいで、より安全性が高まるみたいですね。はい、はい。それからですね、車内の案内表示器、今まで313系とかだとオレンジ一色で横に流れるっていうスタイルだったんですけども、フルカラーの液晶ディスプレイになるということで、またちょっと新しい感じになるみたいですね。あとですね、前回の1月1日に上げた動画の方でコメント欄にですね、蓄電池つけるんじゃないかっていうような予想を立ててくれた方がいて、確かにその通りですね、蓄電池つくっていうふうに書いてあるんですよね。皆さんもですね、もしこうなるんじゃないかっていうデザインがあったらコメント欄とかに書いていただけると、大変嬉しく思います。では、今回の動画はここまでといたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。